こんにちは、サラです。今回ご紹介するのは、かぐや様は告らせたい、推しの子の作者として有名な赤坂赤先生です。かぐや様は告らせたいは2015年からミラクルジャンプにて連載が開始され、その後週刊ヤングジャンプに移籍し、現在までのコミックス累計発行部数は1900万部を突破。アニメは現在3期まで放映中。2度の実写映画化に加えて、2022年12月からはクリスマス編のアニメ映画も公開予定であり、完結してからも勢いがとどまることを知らない爆発的な人気漫画となっています。作者である赤坂先生はアニメ化が予定されている人気漫画推しの子の原作者としても有名であり、漫画家活動に加えてイラストレーター、キャラクターデザイナーとしても活躍するなど、多岐にわたり才能を発揮しています。一方で、もともとは自分の絵に強いコンプレックスを持っており、一時は漫画家の夢を諦めてしまったこともあるそうです。今回はそんな挫折を乗り越えて大人気漫画家となった赤坂赤先生の経歴や、かぐや様、推しの子が誕生するまでの経緯についてご紹介していきます。1988年8月29日生まれ、新潟県出身。ゲーム制作の仕事に携わっていた父親のつながりで、幼少期の頃に魔法陣ぐるぐるの作者である江藤博之先生と直接会う機会があり、その時にサインをもらって、漫画家って実在するんだ、こういう風になれたらいいなと思ったことから、漠然と漫画家を志すようになります。小学生になってからは、小学生漫画家とかすごくねと考えて、毎日絵を描いたり設定を妄想したりしていましたが、赤坂先生曰く、当時はめちゃくちゃ絵が下手だったらしく、ストーリーを含め全く納得のいく作品を描くことができず、早々に漫画を一本描き上げることの難しさを痛感します。それでも毎日必死に絵を描き続けていましたが、画力はなかなか思うように上達せず、自分は絵が下手だと自覚して絵を描き続けることができなくなってしまったことから、赤坂先生はここで一度漫画家の夢から離れることになります。中学高校ではエヴァンゲリオンにハマり、また昨日の旅や鈴宮春日シリーズなどのライトノベルを読んだことで、自身でも小説を書くようになり、スクールランブルも好きだったことから、同作の同人小説を書いていたこともあったそうですね。そんな中、高校1年生の時に祖父に買ってもらった PC を使って初めて絵を描いた時に、赤坂先生はアンドゥのある世界がすごく心地いいと感じ、この世界では何度もトライアンドエラーをして奇跡的にいい一本線が描ける、これを繰り返して奇跡の一本線を集めていけば、絵が下手な自分でも納得のいく絵が描けるかもしれないと、デジタルでの漫画制作に衝撃を受けます。その後、自身でペンタブを購入した赤坂先生は、何度も何度も描き直しながら一枚の絵を仕上げる方法でひたすら絵の練習をし続けます。赤坂先生は当時のことを、ペンタブで絵を描くのが楽しくてやめられない中毒のような状態だったと語っており、ペンタブで毎日ひたすら絵を描き続けている中で、再び少しずつ漫画家への意識が強くなっていきます。一方で、ゲーム制作の仕事をしていた父親の影響や、当時日暮らしの泣く頃にが大ヒットしていた影響により、赤坂先生は第二の日暮らしになりたいとゲームクリエイターに憧れて、絵の練習と並行して自身でも同人ゲームを制作するようになります。そしてこの時にゲーム内の絵も自分で描く必要があったため、もっと絵が上手くなりたいと考えたことから、東京へと上京し、漫画の専門学校に通いながら、同時に明日のファミリアの樋口明彦先生や、デッドマンワンダーランドの片岡仁成先生のアシスタントを務めて絵の勉強をし始めます。その後、アシスタント先の先生に、君も描いてみませんかと言われたことから、自身の漫画を描き上げて賞に出したところ、初めて描いた作品で見事賞を受賞。その後、2011年から電撃魔王にて杉井光先生によるライトノベル、さよならピアノソナタのコミカライズ版の連載をスタートさせ、23歳という若さで漫画家デビューを果たします。さよならピアノソナタは、小説のすべてのエピソードを忠実に漫画にするわけではなく、あくまで小説から漫画用に物語を再構築する作業が必要であったため、小説から漫画にする過程で物語のどの部分を切り出せば面白くなるかと分析して考えながら書いていたそうで、その結果、連載を通して漫画の核となる部分を見分ける能力が身についたと語っています。さよならピアノソナタは2011年から2012年まで連載され、全3巻で完結しています。赤坂先生はこの頃からイラストレーターやキャラクターデザイナーとして活躍し始め、2012年にはボカロのイアのキャラクターデザインを務めていますね。ちなみに、後に推しの子でタッグを組むことになる横槍メンゴ先生も同じくボカロ楽曲のイラストを手掛けており、2人はボカロ関係の仕事でのつながりを通じて出会っています。そして、さよならピアノソナタ連載終了後の約1年後となる2013年からは、電撃魔王にて赤坂先生初のオリジナル作品となるインスタントバレットの連載をスタートさせます。
インスタントバレットは世界を破壊できる力を持った少年少女を描くシリアスな世界系の要素を持った作品ですが、赤坂先生は学生時代にエヴァンゲリオンにハマり、その時からいつか世界系の物語を作りたいと考えており、そこからインスタントバレットの構想を練り上げていったそうです。そんな初のオリジナル連載作品となったインスタントバレットですが、残念ながら2013年から2015年までの約2年間、前後巻と比較的短く連載が終了してしまいます。インスタントバレットの連載中、担当編集からインスタントバレットは終了しますと告げられた赤坂先生は、連載が終わる前に何かしら動かないと無職になってしまう、どうにかして新しい作品をすぐに始められるようにしなければと焦りを感じ始めます。そんな時に別件で集英社を訪れた際に、たまたま週刊ヤングジャンプの編集長に挨拶する機会があったため、そこでヤンジャンで連載したいですと熱烈に売り込みをかけた結果、ひとまず担当編集をつけてもらえることになります。その後ヤンジャンでの連載を目指して、自分が書きたかっためちゃくちゃ人が死ぬデスゲーム系やうつ展開系のネタを10個程度考えますが、担当編集の反応はあまり良くなく、もっとポップなのありませんかと言われてしまったため、そこでラブコメへと路線変更して、お互いに好き合っている2人が相手に告白させようとするという話はどうですかと伝えたところ、担当編集からいいじゃないですか、読み切り用にそれ書いてきてくださいと高評価をもらいます。そしてそのままかぐや様の原型となる読み切りを書き上げて担当編集に見せた結果、それを読み切りではなく連載会議に出すことになり、見事会議に通ったことから、2015年から月刊誌であるミラクルジャンプにて、かぐや様は告らせたい天才たちの恋愛頭脳戦の連載をスタートさせます。かぐや様の軸となるお互いに好き合っている2人が相手に告白させようとするというアイデアは、赤坂先生が家で燻製を作っている時に思い浮かんだとのことで、燻製を作っている時にふと自身の高校時代のことを思い出し、赤坂先生は高校時代に同い年の女性と付き合った経験がなく、制服デートや学園ラブコメにありがちな憧れのシチュエーションを経験したこともなかったため、自分が思い描いていた青春と家で燻製を作っている現実にギャップがありすぎるとふと悲しくなってしまったことから、だったら漫画で青春を取り戻そうと考えたそうです。そしてもし今高校生に戻れたら、女の子と二人で帰りたい、自分なら多分好きと言えずに超めんどくさいことを考えながら帰るし、相手も同じことを考えてたら面白いなと燻製を作りながら妄想していくうちに、かぐや様の設定が練り上げられていったとのことで、赤坂先生はかぐや様の設定は完全に自分の願望妄想から来ていると語っていますね。その後、相手から言葉を引き出す掛け合いをするなら頭がいい感じのキャラがいい、頭がいいと言ったら舞台は名門校の生徒会とかかなと芋づる式にポンポンアイデアが生まれて、かぐや様の誕生へとつながっていきます。ちなみに構想当初はコメディ重視ではなく、サブタイトルにもある通りデスノートのような頭脳戦をメインのテーマとして考えていましたが、連載を続けながら分析していく中で、キャラの感情を引き出せている回は完成度が高く、読者の反応もいいことに気づき、読者が見たいのは頭脳戦ではなく恋愛感情のぶつかり合いなんだとの結論に至ったことから、徐々にこんな恥ずかしがらせ方をしてみよう、こうやってテンパらせようといったキャラの感情の部分に重きを置くコメディ重視の方向へとシフトしていったそうですね。また赤坂先生はキャラクターを作る上で最初に提示した設定を覆すということを意識しており、序盤は読者からの共感が必須であるため、できるだけ共感しやすいあるある要素で作り、物語を進めていくうちに設定を覆してギャップを作るという手法をとっているそうです。例えばかぐやと白金は後にコメディ的にアホの子として描きたいという目論みがあるため、最初は天才という設定にしよう、巫女は不思議な内面があるから表向きは真面目な風紀委員として設定しようというように計算してキャラクターを作っていると語っています。ちなみにかぐや様のメインキャラクターは全て竹取物語の登場人物をモチーフにして構築していったとのことで、赤坂先生はプリンセスストーリーが好きで、日本で一番有名なお姫様といったらかぐや姫だろうと考えて物語に取り入れたそうですね。またかぐや様は連載当初はミラクルジャンプでの月一連載でしたが、赤坂先生は週刊での連載に挑戦したいと考えていたため、月刊での連載当初から週刊を見据えて1週間で書くように意識していたそうです。1週間で書くためにまず絵柄の調整から入ったとのことで、時間をかけて完成度の高い絵柄ではなく、まずは1週間でも描ける絵柄に落とし込んでいき、その後で少しずつ上手になっていく過程も込みで読者に楽しんでもらえるように調節していたそうで、時間をかければ連載当初から上手な絵も描けたそうですが、あくまで週刊での連載を見せて、あえて計算的に絵柄を調節して描いていたと語っており、赤坂先生の用意周到さと計算高さが垣間見えますね。
また赤坂先生は自身を計算型か天才型かで分類すると計算型としていますが、かぐや様以降は計算して計算型と天才型を掛け合わせて漫画を描いていると語っており、かぐや様では面白くなる仕組みを計算して考えて、あとは自分のセンスを信じてキャラクターに勝手に動いてもらうという作り方が多いそうです。ここから具体的に赤坂先生がかぐや様の1話を作る時の流れを例に挙げてご紹介していきます。赤坂先生は日常的にネタを思いついたら付箋に書き留めて家に貼っているため、話を作る時はまず貼ってある付箋を眺めながら今の話の展開に使えそうなネタを選ぶところから始まります。そして今の話の展開に今回選んだネタを掛け合わせて、今の展開でこのネタを生かすならこういう場面設定が必要で、このキャラとこのキャラで回した方が面白くなると大まかなシチュエーションや話の流れを作り、かつ話の軸となるチェックポイントを4つほど作ります。ここまでは計算してロジカルな思考で作り込み、ここから先のチェックポイントとチェックポイントの間を埋める作業は自分のセンスに任せてキャラクターに自由に動いてもらって作っていきます。このように物語の場面設定やチェックポイントは計算して描き、チェックポイントの間を自分のセンスを信じて繋いでいくという作り方を基本としているそうですね。ちなみに赤坂先生はネームだけなら4時間で描けるそうで、大好きなエーペックスを挟みながら作ってもだいたい1日で作り終わるそうですね。赤坂先生はかぐや様を描く上で誰かの救いになりたいという思いがモチベーションとしてあると語っており、かぐや様の人間の嫌な一面や欠点、失敗談や苦手分野といったネガティブ要素をコメディにして肯定するという全体構造には、どんな人だって変なところはあるし闇を抱えていない人なんていないからきっと大丈夫だよというメッセージを込めているそうですね。そんなかぐや様は告らせたいは2015年からミラクルジャンプにて連載が開始され、全271話全28巻で堂々の完結。胸がキュンとなるかぐやと白金の恋の駆け引きを軸として、単純なラブコメではない心打たれる感動的なシリアス要素に加えて、徐々に距離が縮まっていく生徒会メンバーの関係変化を見事に描き、現在までのコミックス累計発行部数は1900万部を突破。アニメ化、実写映画化、スピンオフ作品など数多くのメディアミックス化を果たし、ヤングジャンプを代表する大人気ラブコメ漫画となりました。かぐや様の連載中、推しの子のアイデアを思いついた赤坂先生は、横槍先生が描く女の子は顔がすごくいいから作画は横槍先生の絵がいいんじゃないかと考えたそうです。そして2019年に横槍先生が掲載したジュニアアイドルを主人公とした読み切り作品可愛いを読んだことが決め手となり、この人なら星の愛を描けると感じて正式に横槍先生に作画を依頼します。赤坂先生から1000年に一度のアイドルって描けると依頼された横槍先生は、私でいいのかなと不安に思っていましたが、プロットを読んだ時にめちゃくちゃ面白いし私の作風にマッチしている気がすると感じたことから作画を引き受けることになり、こうして赤坂が描ける横槍メンゴのタッグが誕生。そしてかぐや様の連載と並行して2020年から推しの子の連載をスタートさせます。ちなみに赤坂先生はかぐや様と推しの子の連載と並行して短期集中連載として原作日向坂の作画も担当しており、一時的ではありますが3作品同時週刊連載という偉業を成し遂げていますね。推しの子はもう一本同時連載したいと考えていた赤坂先生が、アシスタントとみんなが一度は思う一番の願望って何というテーマで漫画談義をしている時に、推しのアイドルや声優の子供として生まれ変わりたいという意見が多くあり、もし推しの子供に生まれ変わるならというアイデアを軸に漫画を作ったら面白いかもしれないと考えたことから物語の構想を練り上げていたそうです。ちなみに赤坂先生は推しの子を描く前はアイドルにそこまで興味はなく詳しくもなかったそうですが、かぐや様のアニメ化や映画化により作者として芸能界の裏側に触れていくうちに、すごく面白い世界だ、これは描けるかもしれないと思ったそうで、推しの子の誕生はかぐや様を通して芸能界に触れたことが決め手となっているそうですね。また赤坂先生は推しの子で芸能界を深く多角的に描きたいという思いが最初にあったそうですが、物語の柱として人を好きになるという感情を取り入れたいと考えていたため、憧れや崇拝の象徴としては俳優や女優よりもアイドルという概念が一番しっくりくると感じたことからアイドルを物語の軸として選んだそうです。また推しの子といえば芸能界の裏側やダークな一面がリアルに描かれていることが特徴となっていますが、赤坂先生は既存のアイドル漫画はキラキラ輝くものがメインだったりスポコン要素が強いものが多いが、現実のアイドルはもう少し陰鬱としていてリアルなことを考えている気がすると感じたことから、推しの子ではアイドルの生々しい感情やリアルな側面を意識的に描いているそうで、推しの子は既存のアイドル漫画や芸能界漫画に対してのカウンターのつもりで描いていると語っていますね。
ちなみに中でも黒川茜が炎上して誹謗中傷を受けるシーンはとにかくリアルさだけを追求したとのことで、炎上というあのシビアさこそ芸能界のリアルだと思って描いたそうです。一方で推しの子の裏テーマとしてアイドルも人間なんだというのがあり、赤坂先生はアイドルだって傷つくこともあるし、みんな頑張っている、それを伝えることで推す側も推される側もより良い環境が作れたらいいなと思って推しの子を描いていると語っています。また赤坂先生は漫画を描く上での大きなモチベーションの一つとしてマイノリティに対する共感を描きたいというのがあるそうで、推しの子では演者にスポットを当てる一方で裏方にもスポットを当てることを意識しており、演者を光り輝かせるためにその何十倍もの方々が裏方として頑張っているのが現実であるため、推しの子ではできるだけそういうところまで触れたいなと思っていると語っています。そんな推しの子は2020年から週刊ヤングジャンプにて連載をスタート。芸能界を題材として業界の華やかさとシビアな一面、そして先が読めないサスペンスを魅力的なキャラクターとともに見事に描き、また横槍先生の美しく繊細な作画も加わり、現在までのコミックス累計発行部数は380万部を突破。次に来る漫画大賞2021の1位を獲得し、2023年には待望のアニメ放送が予定されているため、今後の推しの子の展開とともにアニメ放送も非常に楽しみです。赤坂先生は影谷様の連載終了後に漫画家としての引退を発表しており、もともと作画よりもストーリーを考えるのが好きだったことから、今後は原作者に専念して活動していく意向を示しています。漫画だけではなくアニメ、小説、ゲームなど原作者としてやれるものは全部チャレンジしてみたいと語っており、今現在構想としてあるのはハイファンタジー、ラブコメ、グルメの3ジャンルで、実はすでに動いているものもあると発言しているため、赤坂先生の今後の原作者としての活動からも目が離せませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。